ルイス・クラレンス・ジャクソンはアメリカ合衆国ルイジアナ州出身の元プロ野球選手。愛称は黒い稲妻、褐色の弾丸、黒いアトム。また、おとぼけのルートも呼ばれた。1957年にシカゴ・カブスと契約し、1958年7月23日にメジャーデビュー。 1960年から1963年まではメジャー出場がなかったが、1964年にボルチモアオリオールズでメジャー最小格。1966年にサンケイアトムズに入団し、来日。小柄な体格ながら卓越した身体能力の持ち主で、瞬速、強権を武器に活躍。1年目は前半戦は4番、後半戦は3番を打ち、 97試合の出場ながら20本塁打を記録。1967年からは新たに入団したデーブ・ロバーツとクリーンナップを組んで弱小であったアトムズ打線を支え打率296.28本塁打79打点の高成績を残し、同年はオールスターゲームにも出場。打撃は2年目の同年がキャリアハイとなったが外野からの送球は 当主よりも早いとも言われていた。当時のアメリカでは黒人差別が顕著な時代で、ジャクソンも少なからず差別を受けていたというが、新天地、日本ではそういった差別もあまりなかったことから、伸び伸びとプレーをしていた。一方で、この頃より夫人との関係が悪化し、1968年は夫人をアメリカに残し前年に生まれた娘は義母に預けて単身で来日。 この状況の中で、ジャクソンの私生活は、あれ、試合が終わると、和服美人の愛人がいるスナックに直行して、朝まで飲み続けた。産経は給料を、球団の管理にしたが、それでもつけで飲みまくった。特に食生活は、あれ、3度の食事が、肉料理だけで、米もパンも野菜も食べなかった。その上、ホームシックによる精神の不安を鎮めるために飲酒も、欠かさず、 ビールを10本飲んでは娘を思い出して泣いていたという。アメリカ時代からプレイボーイであったというが、夫人との離婚の話が進んでいたこともすさんだ、理由だったとも言われる。このためか、個人打撃成績再開の打率、219と低迷するが、引き続きクリーンアップを務め20本塁打を打った。百六十九年三月十六日のオープン戦に出場後に一通を訴え、 翌27日に東京時計会医科大学附属病院に搬送されて、水臓機能障害で入院。ジャクソンは練習に来ない、来ても酔っ払って寝ていたということも少なくなかったため、この時に周囲は毛病と思った。しかしペナントレースが開幕しても、なかなか退院できず、報道陣が深刻な事態だと悟ったのは、チームメイトのロバーツが主んだを放ち、記者に、 今日のヒットをルーに捧げたいと語った時であった。実際には、水臓癌であったらしく、4月3日に集中治療室に移されて、同26日に手術を受けるも、5月27日に、水臓絵師により33歳で死去した。ジャクソンが死んだ時も見取ったのは、妻ではなく義母であり、遺体は横田基地を経由して母国に送られた。翌28日には、 球団層が取り行われ、阪神のウィリー・カークランドや、ジョー・ゲインズ、西鉄のカール・ボレスら現役のスケットたちも参列。楽天家のルー、おとぼけのルー、という別所竹彦監督のという長寺に、周囲からは、おえつが漏れた。周囲からは慕われていたが、その場に、夫人の姿はなかった。太平洋戦争中に、 日本領の伊王島で戦死したハリー・オニールを除けば2021年現在、日本で死亡した唯一のメジャーリーグ経験者である。ありがとうございます。